皆さんこんばんは、スルメです。今日はですね、ちょっと面白いアプリをね見つけてしまったので、そちらをねやっていきたいと思います。それがね、このイラストチェイナーなんですけども、これがね、普通に絵しりとりをねオンラインでするっていうやつなんですけど、これねまだ1回しかやってないんですけど、すごいね楽しかったんで、これやっていきたいと思います。はい、でオンラインでねやりたいと思います。フリールームに参加で、今プレイヤーが4名ね揃いました。はい、死から始めて火で終わらせてね、だって OK です。関ちゃんさんですね、間違えました、すいません。関ちゅんさんですね。死なんだろう、私が今当てる番です。え、なにこれ、死、え、死でしょ。ちょっと待って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 、激ムズすぎる。なに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 、え、待って、わからん、待って、死でしょ、死、え、待って、どうしよう、助けて、みんな分かってなくない、死、分かった、しじみだな、え、天才すぎる、私こうじゃない、分かるかな、分かった、うまいって言われてる、やばい、めっちゃ褒められてる。私こう見えてね、中学生の時美術部だったんで、そう、多分私はきっとね大活躍できるんじゃないかと思っておりますね。分かったかな、み、え、待って、伝わってる、え、待って、伝わってない気してきたぞ、え、何みって、あ、ミルクか、なるほど、牛乳じゃんと思っちゃった。ミルクだよ、ミルク、頑張って、え、頑張って、英語だよ、英語、多分ミルクだと思う、私は、頑張って、ヒントを書きたい、いやー、ごめんって言ってるけど、いや、大丈夫、多分ミルクだと思うな。え、同じの書くの、え、大丈夫だよって言いたい、え、大丈夫だよって言いたい、え、めっちゃね、ペッティさんがごめんってめっちゃ言いまくってるんだけど、大丈夫だよって言いたい、耳、みかんかな、ん、え、みかんだよね、だからかにすればいいんでしょ、みかんだから、え、かでしょ、待って、か、何が一番簡単かな、え、か、待って、わかる、え、待って、わかんない、ちょっと待って、蚊です、蚊、虫の蚊、え、分かったかな分かったかな、蚊だよ、蚊、あ、カエル、すごい、素晴らしい、カエル、うまい、かわいい、うまい、かわいい、ペッテイさん、え、ペッテイさんめっちゃうまくない、かわいい、これはいけるでしょう、ルビーだな、これは、ん、違うかもしれない、え、ルビーじゃないの、あ、ルービックキューブか、うまい、ルービックキューブですね、これは、ブー、豚か、豚しかないな、これは。ブかな？お、分かってないかも。あ、大丈夫か。あ、いいね。ん？やばい。豚じゃない、これ。何？あ、ブス？え、でもこれさ、え、
でもこれブスとブサイクどっちって感じじゃない？え、待って、どっち？どっち？どっち？ブス、ブサイク、どっち？あ、二文字だ。すね、す、す。これはちょっと待って、スイカです。これスイカです。スイカです。あ、ありがとうございます。よかった。文字数わかるからよかった。待って、間違えました。スイカ、スイカ、か。何これ、か、え、え、かかとか。うまい、うまい、うまい。大丈夫でしょう、かかと。え、でも待って、とからひって難しくない？とからひ、いける？うまい、頭皮だ。頭の回転早いですね。私頭から火で頭皮とすんなすぐ思い浮かばなかったな。すごい。え、これいいんじゃない？結構これチームプレイなので確かに可愛い。あ、すいません。はい、しじみ、みみ、ミルク、みみ、みかん、か、カエル、ルビック、キューブ、ブブス、スイカ、かかと、頭皮 92% ですね。楽しかった、ありがとうはい、ということでね、めちゃくちゃ楽しかったのでもう一回ねやっていきたいと思います。はーい、はい、もう揃いましたねちくわぶさんに同じ感性を感じますね、なんか名前的にねイエーイ、頑張っていきましょう。はい、こから始めてつで終わらせてね、だそうですね。こ、こ、こまとかかな、なんだろう、こ、こ、こけしかな、こけしですね。私は次じゃなくて3番目ですね、こけし。うん、し、しは何来ますかね。し、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 え、え、なにこれ、なにこれ、え、待って待って待って、わからんわからん、どういうこと、どういうこと、し、え、しでしょ、え、わかんないわかんない、なに、あ、わかった、しりかあ、シンプル、シンプル、あ、わかったわかった、なるほどね、面白い。大丈夫です、わかりました。無理でしょ。まあ、理はね、もうこれ書くしかないよね。はい、もうわかるでしょう。リンゴですね。面白さのかけらもないものを書いてしまった。まあでもしょうがないです。このみんなでね、完成させるためには、うん、やっぱりわかりやすさがね、一番大事だと思うんで。やっぱりしりとりでの。リンゴの登場回数は絶対高いと思いますね、皆さんどこにいても。リンゴですね、リンゴ。はい、ごまかな、ごまですね。シンプル、めちゃくちゃシンプル。ま、待って、難しくないですか。え、待って、難しくない、私の番じゃないけど。待ってきたら 何書けばいいんだろう。ま、ま、まりとか、なんだろう。あ、枕だ。うまい、うまい、うまい。枕ですね。ら、いいな、うまいって言われたい、私も今めちゃくちゃうまい、うまい、うまいって言われてたけど、私もうまいって言われたいな、いいな。美術部の名にかけてちょっとうまいって言われたいあ、ラクダですね。うまい、顔がうまいわ、かわいいし、うまい、うまい、うまい。
ちょっと待って、だ待って、だえ、だはだ、だ、だ、だ何だ、あ、でもたでもいいんだよね。ええ、でもた、だ、だえ、もうあれしか思いつかない。大豆伝わる？伝わるかな？伝わって伝わって、あ、無理かなこれ。わかんないっぽい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめん。あ、めっちゃ大混乱させちゃった。いや、まじ、ごめんなさい。ごめんね。太鼓。わかるかな太鼓です、太鼓。わかるかな、どうだろう。ごめん、マジで。わかった、あ、わかったっぽい。コマ書いてるもん。よかった。申し訳ない、大豆とか書きそうになって申し訳ない。うまいな、みんな、みんなうまくない、みんな美術部。すごい、みんなね上手ですね。またまじゃん、どうすんの、ま、え、うまい、嘘、うまい、めっちゃうまいじゃん。すごーい、かわいい、うま、まさかここでマリオを描いてくるとは。私絶対描けないマリオ。お、おですね。お、なんだ、お、あ、わかったわかった、お金だ、お金ですね。オッケー、ね、ま、ねはまああれかな、無難で申し訳ないですけど、ま、無難なあれですかね、やっぱりね。ちょっと美術部の意地を見せつける時が来ましたね。はいはい、どうでしょう、はい、美術部が描いた猫です。さすがにわかるでしょ、さすがにわかると思う。つまんないもの描きすぎたのは申し訳ないですね。はい、ありがとうございます、可愛いって言っていただいてみて。はい、まあ猫ですね。なんかとっさに思いつかなきゃいけないから難しいよね。あ、こたつだ、うまいうまい。お、これ完璧なんじゃないか、これは 100% なんじゃないだろうか。うまいですね、こたつ。え、でも私マリオがね、うまい。なんかもうとっさにマリオをかけるっていうところがすごいなと思いますよね。うん、どうでしょう、 100% なんじゃないでしょうか。はいはい、こけし、しり、りんご、ごま、枕、ラクダ、太鼓、コマ、マリオ、お金、猫、こたつ、はーい、イエーイ。はい、ということでね、イラストチェイナーめちゃくちゃ楽しいですね。はい、なんかもう学生時代のね、あの授業中って普通声出せないから、こういう絵しりとりとかを友達に回してね、一緒にやってたのがね思い出しますね。すごい懐かしさもありながら、でもねスマホだから鉛筆とかよりね全然自由が利かないので、あと時間制限もあるから瞬時に考えないといけないのでね、すごく面白かったなと思います。はい、私はですね普段はあのゲーム実況やってるんですけど、ドラクエ5、テリワン SP、あとクラッシュロワイヤルなどねやっておりますので、もしね興味ある方いらっしゃいましたら、他の動画も見ていただけるととっても嬉しいです。あのチャンネル登録なんかねしていただけたら本当に嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、あの再生リストにね、あの全部分かれてるので、再生リストを見ていただければね一から見れるようになっておりますので、もしよろしければお願いいたします。はい、これすごい楽しかったので、もしね好評だったらまたやりたいと思いますし、もしかしてもうやらないかもしれないです。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。